続き加藤さんに、実技をね、いろいろ学ぶコーナーです。僕が教えてもらうコーナーです、はい。先ほどデッドをやったんですけど、ラットプルも動画見たら、チンニングの動画見たんかな、すごい綺麗に背中が、要はグリップに対してこのグリップはこう使う、ここに入るんだよっていうのがすごい分かりやすく的確に動いてるんですよね。で僕はああいうのはね、なかなかできないんですよ、説明しようと思っても。でその辺のちょっとこうアドバイスいただきたいなと思います。まずバーはもういろんなの使いますか？そうですね、効かせたい部位によってちょっと使い分けます。大まかにこうどういうふうに分けてますか、効かせたい部位っていうのは？まあ、僧帽筋と広背筋。僧帽筋と広背筋でまず分けて、広背筋の中でもなんか、そうですね、広背筋の一応、まあ、上部下部みたいなイメージでは分けてます、ね。ただ、まあ、ピンポイントにここっていうよりは、メインっていうのグラデーションみたいな感じで、よりここを強くするけど、他も自然と効く。で僕の中では許可筋とか大円筋は自然と効くみたいなイメージがあって、だからそこを狙いっていうのはあまりやらないです。そうなんですね。僧帽筋か広背筋、どっちかしかやらないです。もっと言うと、昔はもう広背筋狙いしかやってなかったんですけど、そうすると僧帽筋も、まあ、大円筋、許可筋も効くみたいな、ちょっと乱暴的な考えもありましたけど、やっぱり広背筋が一番そうです、ね、メインになってくるのは、皆さんも分かると思います。アウトラインとしてやっぱり広背筋の膨らみが一番欲しかったので、やっぱり上背部よりも中背部か背部が難しいですし、ね、はい。まあ、そこを大体やっぱり皆さん苦労して、いろんなアイデア出してやるんです。加藤さん流、じゃあ、広背筋のちょっと下の方ぐらいからいきますか。そうですね、まあ、広背筋、ここですね、ここに効くっていうイメージがつかめれば、まあ、上部下部の効かせ分けって、あとはイメージだと思うので、まず広背筋が意識できれば、ほぼほぼいいと思います。はいはいはい。で、広背筋は基本的に肩を下げないと効かない筋肉なんですよ。だから、その下がったポジションを引いたときに作るのがもう全てなんで、それが、まあ、できるようにするイメージが大事ですね。で、普通に引っ張ると、やっぱこう腕の力で肩が持ち上がっちゃうんで、これだと絶対広背筋に効かないんですね。効かせるためにはここを固めたまんま、これをセットにしてこう引いてくるみたいなイメージなので、だからそれを引きながら再現する、あんまりじゃあ肘の曲げ伸ばしを、そうですね、入れないイメージです。これも僕師匠に教わったポイントではあるんですけど、まずスタートポジションを作るときに、ここからこうしないですね、このまま、そのまま座る、はい、このまましゃがみます。で、この形のままこういうふうにストレッチかけた状態にして、で、肩が上がるんで、ここで広背筋をストレッチさせます。そこから引くときにまず動かすのは肩を下げるっていう動きなので、ここからこういう感じですね、はい。まあ、動きを分けると、ここからこう来て、後から腕が腰の方に引き付けられて、広背筋は腕にくっついているので、最終的に腕は腰の方に持ってこなきゃいけないものですから、でも先に動かすのは肩関節そのものを下げていく、で後から腕が引き付けていく。で、あとバーを引いてくるんですけど、意識としてはこの胸を、自分の胸を突き出す意識も同時に持つようにして、なるべく胸を迎えに行く感じ。そうですね、ただこうやってやると、ね、負荷抜けちゃうんですから、できるうちはこっちから自分の方にこうやって引きつけてくるような感じで、あとは広背筋腰にもくっついてるので、骨盤は基本前傾、まあ、立てた状態を意識しておいて、その骨盤から上だけを倒していく。これをこうやってやっちゃうと骨盤後傾しちゃうもんですから、こんな感じですね。ここからで、なるべく収縮を強く意識してゆっくりほどく。で、このストレッチの時も腕はここで、ここまでいかないようにします、ね、ここで止めて、でそこからまた肩の下げる動きを先に持ってきて、やっぱり重量的にはそんなにこれだと重いのじゃなくて、まあ、ある程度、それはですね、種目の順番によるんですけど、1種目目の時は
もうチンニングぐらいのイメージで、だから体重かそれ以上を引きたいので、チーティングは結構使います、ね。なんでさっきこうやってやっちゃうとって言いましたけど、このこれも利用して収縮かけて、で解くみたいな。結構チーティングは使います、ね。後半にやるんだったら結構重さを落として、そうですね。効いてる感じ、はい、をちょっと強めて。はい、どこまで収縮させられるかで、まあ、軽ければこう来るんですけど、まあね、あんまり軽いと刺激が弱いんで、そうですね、なるほどね、なんで収縮が感じられる範囲ってなるべく重たくしていく感じですかね。で、まあ、6回ぐらい、6、7回はある程度こうコントロールできて、あとの3回はチーティングで、ちょっとこう、動いてみる。ドロムインもそうですけど、やっぱりトレーニングの、ね、その前半であんまりこう、ちょっとおとなしめのトレーニングで、ね、もったいないというのはもったいない。そんな気がしますね。力があるちょっとはい、フォーム崩してでも、ね、そうですね、刺激を強くっていうのはあるかなと、はい、そんなイメージですね。そうですね。あとじゃあ、それ以外の上背部とか僧帽筋とか、はい、まあ、今だとボックスにこの肩幅より拳2個分ぐらい開いて、ちょっとこう何ていうんですかね、肩関節のこの内転か内転の動きで広背筋のこういう動きを意識したんですけど、はい、例えばもうちょい狭く持ってこう伸展の動きを意識して持ってくると、はい、ここからですね、まあ、スタートは一緒なんですけど、はい、肩下げて引いてきた時にこの辺にちょっと下の方に、はい、こうやると今度はこういう動きなんで、広背筋の縦のラインに効くので、まあ、カブ、サイドからカブにかけて。ちょっとプルオーバーのような動きを、ね、ナットプルでやると。はい。でそれも、こういう動きに対して、胸の方を突き出し風にして、はい。筋とかは、まあ、だいぶじゃあ、溝落ちの方に向かって、そうです、バーが自然に降りてくる感じですね。はい、こういう感じか、こういう感じかって、ね。そうです、そうです。はい、その違いで。例えばそのこれをやるときに、まあ、今だとこのマシン、バーでやっちゃいましたけど、例えばマグリップのちょっと狭い中くらいの、そうですね、それだとちょうどやりやすいですね。これだと幅的にこう、ああなるほど、マグリップの向きも広背筋入りやすいですね。そうそうそう、はい、なので広背筋株狙いでこのマグリップを使うってことは結構マグリップのこっち向きですね。はい、ハの字になる、そうですね、こっち向きですね。スピネート、なんとかって言うんですかね。ちょっと僕の名前が分かんないですけど。マグはこれと、これと、こっちがあるんですよ。そうです、そうです。こっちだとやっぱちょっと僧帽筋とか入りやすいんですよ。こっちは広背筋入りやすいんですよ。こういう感じです。広背筋は結局前についてるんで、はい、こっちにやった方が収縮する、はい。逆手にすると伸びるんで、広背筋があまり使えないから、そういっちゃあれですね。はい。そういっちゃあれです。例えばそれのイメージでこのもしこのグリップであるとして逆手に持ってで今度は僧帽筋狙いのイメージなんですけど、ここからこの肩甲骨のこの閉じる動きで引いてきて、そうすると僕の中では僧帽筋下部狙いのナットプルだと思います。でこの時に意識しているのはこの腕をあまり使わないっていうところで、こうした時に例えばここに持ってくるとこのワイヤーの動きに対してカールみたいな感じになっちゃうので、例えば腕に入っちゃうんですから、この前腕とケーブルの角度を揃えるようにそれができる位置に引いてくるイメージですね。でちょっと体も倒し気味にして肩甲骨が背骨の方に寄りやすいように、これ僧帽筋狙いですね。非常にあれですね、分かりやすいですね、動きが、はい、相対的に背中を寄せるっていうイメージで、肩よりも胸が飛び出てなきゃいけないので、だからその形を必ずフィニッシュで作るようにします。自分の視界に僕だとこの胸が入るのをイメージして、この肩は視界から消える、はい、こうやってなってると視界に残っちゃうので、そうですね、それを一番意識します。でグリップを、まあ、V1 にしたりとか、はいはいはい、まあ、パラレル、これだとちょっと狭いやつもあったりして、はいはいはい、これいいですね、すごい。あ、そうですね、いろんな幅でできるので、はい
まあ、初心者の方とかはどうですか、ね、ドロバーゴ、まあ、普通のこのドロバーゴこれこれですね、はい、でアンダーグリップにしたりとか。アンダーはあんまりやんないんですけど、うん、あのパラレルは、うん、やってもらったりします。あのパラレルの方が重たいので、うんうん、そうですね、やっぱ重量が上がっていくと喜ぶ、はい、っていう方も多いです。パラレル一番多分癖がないというか、うん、そうですね、はい、自然に引きやすい向きかなと思うんですけど、はい、なるほど。あともう一個バリエーションとしてはバックですね、ビハインドネックも結構重要かなと思います。これはまああれですか、大腰筋とか。そうですね、あの広背筋じゃなくて僧帽筋の縦のラインと、あと大腰筋と、はい、上のライン、そうです、はい、三角筋、あのバックのダブルバイのボコボコ感をイメージしてやるんですけど、はいはいはい、で今度はちょっと広めにして、で最初立った時にもうこの状態にしちゃいますね、はい、肘を後ろに引いといて、はい、であとは一緒ですね、背中に負荷かけた状態です。座ったらこういうストレッチをかけて、で今度はもう完全に縦の動きなので、はい、真上から真下に肩を引き下げながら肘を後ろに引いたまま頭の後ろに引いてくる感じで、で広背筋が使えないようにちょっと腰は丸めます。腹筋も使いながらこんな感じで、ちょっとこういう風に肘が動く感じですね。そうですね、イメージ的には、はい、こういう。だから僕補助するときはその肘を持ってちょっとこっち側に、あ後ろにちょっと、はい、そうするとグッと僧帽筋が寄る状態が作れますから、なので自分でやるときもその補助されてるようなイメージで肘をこう持っていく感じですね。はい、非常に分かりやすいですありがとうございます、はい、ぜひね皆さん、まあ、基本的な動きだと思いますので、ね、参考にしてもらって、そうですね、ちょっと結構あの肘を曲げてストレッチするっていうのはちょっと最初難しいかもしれない。どうしてもピーンと腕が伸びちゃって、ね、最初腕でいちゃう、はい、あの関節で支えちゃうと負荷抜けちゃうんで、うん、はい、それを防ぐためにっていうイメージですね。まあ、二頭筋でちょっとこう、常に収縮を感じて背中が抜けないようなことができると、そうですね、なんか引っ掛けるような、まあ、固めるようなイメージですね。そうですね、はい、結構どの種目にもそういう引っ掛けるってイメージは応用できるので、そうですね、まあ、背中のトレーニング特に、そうですね、上から引くものは全般的に、そうですね、はい、引っ掛けるイメージが分かると、うん、ちょっと1段階レベルが上がるかなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、どうも。